上野康太郎上野康太郎から1939年4月4日は日本の政治家、衆議院議員、富山県高岡市長、富山市長。属籍は富山県平民。越中国と並郡西小井村出身、上野自兵の長男。家は農業とし、産業を営んでいた。自由党に加入して富山県内の統制拡大に貢献した。 洋産業を営み、県下の大地主であり、1887年、初めて、富山県会議員に当選、副議長、議長を歴任し、昭川改築工事や、富士家鉄道建設計画に尽力した。また、北陸公論を創刊してその社長となり、さらに、越中新報社、東洋漁業会社などの経営に当たった。1902年、 第7回衆議院議員総選挙に出馬し、当選。以後、10回の当選を重ねた。その間、1922年から1926年まで、高岡市長を務め、1927年から1929年まで、田中義和内閣の鉄道政務次官を務めた。議員引退後は、1930年から1933年まで、富山市長を務めた。 その他、富山新報の経営にあたった。上野は、富山県各市の大地主だった。家業においても、生を励まし、勤勉を怠らず、各種の公職に就くに及んでは誠実にことに当たり、特に官僚、教育、土木のことに意を注ぎ、地方の地籍上に効果を上げた。住所は、富山県西都並郡西五井村、東京市外皮覆すま町ひもんや。 ありがとうございます。